はいそれではキャプチャーボードとそれとソニーのビデオカメラを HDMI でつなぎましたイェイとっても鮮明な画面ですね、えー、あえてちょっと大きくしてみましょう、えー、とってもですね明るくってそして綺麗な映像だと思います例えばこういうこれ ね、テレビのリモコンですけれどもこういうのももちろんこうすごい鮮明にですね今オートフォーカスのモードにしてるんですけれどもとってもうまくですね綺麗に映っていると思いますそしてこんな感じのビデオキャプチャーボードこれをつないでるわけです、ねえー、ここに アウトプットとインプットと2つ、まあ、ありますそして反対側にはこうですね、えー、ここにねまた別のマイクを入れれたりそしてここにはヘッドホンをつないだりしていわゆる音声のキャプチャーもできるようですということでね えー、とっても綺麗な画像でやっぱりウェブカメラでやるよりはあのいいんじゃないかなと思います次の画像でウェブカメラの画像をちょっと見せてみたいと思いますはいこれがウェブカメラの映像ですまあむちゃくちゃ悪くはなく 1080p のですね、えー、フルハイビジョンのカメラですでもカメラは1年前ぐらいに 二三千円で買えたあそういう,う中国もののウェブカメラだと思っています。やはり色のバランスが悪いですよね。色合いが鮮やかじゃないかとか言えばそうでもなくてあのいいんですけれども、もう一度ちょっと戻してみます。はい、戻しました。 やっっぱり本当にバランスがとってもいいですよねこのキャプチャーボードというよりももちろんカメラですねだからカメラをつなげれたらこういう風な感じになるというね約1万円前半のキャプチャーボードですけれどもとってもいいなと思います。それと、まあ、速度も取り込み速度そんなに悪くなくって。 これからカウントしますね。えっと声とのズレとか感じを見てください。指折りますからね。12。3。4。5。5。上下上下という感じでですね。えっと取り込み速度も案外優秀じゃないかなと思います。はい、今度は。 iPad をつないでみました ipad もねこうやってうまく接続ができます9 b ー s シスを立ち上げてみます、まあ、説明動画がね、えー、とっても綺麗な状態でできるんじゃないかなと期待しておりますはい、えー、それでは9 b ー s シスが立ち上がりましたあこうやってね 編集とかするとき、案外細かいところまで見れるので、とってもいい感じがします。ちょっと他のプロジェクトも見てみましょう。はい。こういうミディですね。ミディなんかも皆さんに見ていただくのに、とってもですね、わかりやすくていいんじゃないかなと思います。こんな感じでキャプチャーボードをうまく使っていきたいと思います。村長でした。